あんた、佐藤さんに告られたでしょ。佐藤さん本人に決まってるじゃない。まあ、女子社会の常識とか、あいつが知ってるわけもないか。ああ、もう、鈍いのか鋭いのかわかんない。軽井沢さん。あ、どうせならカフェ行こうよ。ね、陽介くん。